11月に現役を引退する DDT の赤い先、36が6人タッグ2冠王者に輝いた。27日昼の DDT 後楽園大会に参戦後、夜は全日本プロレスの名古屋国際会議場大会にダブルヘッダー出場。坂口幸雄、岡谷秀樹とのイラクション、トリオで保持するコーディ6人タッグ王座と、 全日本プロレステレビ認定6人タッグ王者の ATM& 大森高尾ブラックメンソーレとのダブルタイトル戦に臨んだ。写真、ATM に新人賞を決める赤い先先発を買って出た赤井は、得意の二段蹴りをメンソーレに命中させ会場を沸かせる。中盤ではベテランの高尾にひるむことなくエルボーを浴びせ、イクオ・オ岡谷との好連携で敵軍を翻弄だ。 さらに岡谷とダブルのブレーンバスターを高尾に決めて流れをつかむと、最後は ATM に得意の新人賞、二段式顔面蹴り、を決めて3カウントを奪った。女子選手として全日本が管理する王座を初めて獲得した赤井は、全日本プロレスさんに初参戦させていただけて、偉大な先輩方と試合ができて光栄に思っています。私たちにベルトを取られてどんなお気持ち、と問いかける。すると、 メンソーレから、悔しいに決まってんだろ。イラプションは強かった。その強さの理由は赤いシャキ、サキ、お前だ。もう一回挑戦させろ。6月3日の全日本青俺長岡大会で、高尾に代わって仙台ガールズのダッシュ地サを加えたトリオでの再戦を申し込まれた。育クは、いつでもやってあげるよ、と承諾し、王座戦が決定的になった。